オ国空軍博物館に展示されるルタフマイナス5ルタフマイナス5は太陽国空軍が試作した国産練習機。ルタフは太陽国空軍の略。第二次大戦後、タイでは A、米で余剰となっていたベアキャット的産等の供与を受けていた。しかしながら戦前から欧州機の現地生産や国産機の製造経験もあったため開発研究機関として SWDC が設立される。同センターでは、ルタフマイナス2、ルタフマイナス3、ルタフマイナス4と、開発を行い、経験を蓄積していくこととなる。ルタフマイナス1の型番は、同国で戦前に、国産設計、製造された、M2 ボーリパトラ服用爆撃機に割り当てられていた、ものの、同機以外にも、第二次大戦前に開発された機体として、 プラジャディポク複用探査戦闘機も存在した。また、ルタフマイナス -4 は純粋な国産機ではなく、デハビランドカナダ社の DHC-1 チップマンクの改良型となっている。本機ルタフマイナス -5 も、上機一連の流れの中で、1974年に国産練習機兼ファク機として、プロジェクトが発足し、1976年からプロトタイプの開発が始まった。 基本的な機体構成は開発開始前から同国で運用実績のある OV-10 ブロンコをひな型としているがエンジンは総発ではなく胴体後部にプッシャー式で搭載されているため単発となっており O-2 スカイマスターとの合いのこのようなデザインとなっているこの基本形状を似せた設計の意図が OV-10 のライセンス生産以降の希望から 来るものだったのかは定かでない。エンジンは、アリソン車製、モデル 250B17 シーターボプロップエンジンを搭載。胴体、翼面のデザイン等は、OV-10 と、ほぼ同一のものとなっているが、エンジン出力のせいもあってか、全長、全幅とも20メートルを切っており、空気重量も1600キログラム程度で、OV-10 比べてかなり小柄な機体となっている。 翼端にはチップタンクが搭載されている。ハードポイントは主翼下に左右2箇所、合計4箇所となっており、搭載重量は内側パイロンが150ポンド、外側パイロンが100ポンドまでとなっている。本機は2機が製造され、1機は地上試験に使用された。1984年10月5日には脚影固定での初飛行に成功するも、 その後チーフテストパイロットのスーンソーンウォン年前ン、少佐が自己死する不幸に見舞われる。またそれ以前から1982年に、対空軍がライセンス契約を行っていたライン航空機製造の RFB ファントレーナーとの兼ね合いで、開発計画に遅延が生じ始めてもいたため、最終的にルタフマイナス5計画は中止となった。地上試験に使用された1機は、現在も、 王立対空軍博物館に他のルタフシリーズと同様に展示されている。ホーサグレン、ヤン、エアクラフトプロダクションインタイランド、エローフライト20ノーベンバー2004、リリーブド6ディセンバー2009。ありがとうございます。